どこで聞いた？ユータ、痛い。電車行っちまったじゃねえかよ。管理局の妨害により帰宅が遅れてしまった。計画では15時に帰宅し、お兄ちゃん、この人は？上の高梨さんの妹だ。一緒に暮らすんだって。そうなんだ。なんだってこんなにあるんだよ。お前か、またお前か。目が回る。高梨さん、アバロンスマッシュ。富樫勇太だな。はあ、ガンティンクル。いい加減にしろ。妄想も大概にしておけ。トウカさん、見かけによらず料理上手なんだな。へえ、見かけによらずと伝えておく。伝えなくていい、とりあえずここに名前を。俺が書くと思うか？やはりか。わかった。仕方ない。副部長は私でいい。部長は優太が。そこじゃない。私の蛇王心眼札によると。蛇王？良くない気を感じる、あなたから。それを払うには闇の力が必要。この極東魔術結社に入り、蛇王心眼の力によって。ほら。へっ、うん、って俺がいけないのかよ。いけない。特に決まってない。大きな声では言えないが、ダークフレームはユータ最大の攻撃魔法。これによってユータは…おい、リッカ。何？バレバレだ。やめろ。お前は一体どっちなんだ。どっちなんだよ。ジャワはそこまで。デジャブじゃなくて現実だ。では我々は時間線を遡って。違う。お前の部屋はもう使えないの。まったく。あ、この忙しいのに何やってんだ。アホ毛抜くぞ。オラ、やめて。それは私のチャームポイント。新たな拠点ならすでに見つけてある。マジ？一般人に視認することは不可能な蛇王による魔界。ちょっと本気にしちゃっただろうが。アホ毛抜くぞ。うわ、やめろ。何やってんだ。うん、わかった、任せておけ。お前は早く部屋を探せ。お前はあの時死ぬべきだったんだ。ちょっと掃除しろ。ズビョーン。ユータかっこいい。ズビョーン。ユータ。ズビョ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 。自分で掃除しろ。トーカさんに謝れ。この、この。次こそは仕留める。やめろ、暴れるな。なんで私だけ会うことになり、それによって堕落した堕天使たちの。お前はバカか。いい加減その行き当たりばったりな性格なんとかしろ。戦いはその時々の臨機応変だから。できたよ。どうやら闇の従者には気づかれなかった様子。でも気をつけて、大きな音を出すと近所迷惑。お前が言うな。できた、ダークニブルヘイムマウンテン。バニッシュメントリス、ワール。うるさい。ヨータ、痛い。言ったろ。今度黙って出かけたら罰だって。どこに行ってた。それは言えない。
ユウタ、闇の者にとって今は休息の時間。光の者の攻撃は結界によってもう眠る。寝るな！もらった！よーし、リッカー、眼帯はちゃんとつけような。ズルは許さん。冗談はさておき、お前そろそろ眼帯取れよ。危ないぞ。それはできない。この右目の眼帯は邪王心眼の力を最小限にとどめるもの。これを外すということはすなわちこの空間軸に闇の力の影響を及ぼし、ひいてはこの空間軸以外の空間にまで。なんかイラっときた。ユータひどい。早く取れ。まさかクズハマデモが敵に寝返るとは。一体何点だったのよ。22点。お前赤点取ったのか。いいから答えろ。なぜこんなことしなきゃいけない。お前がいけないんだろ。言ってる場合か。闇の結界に封印してしまえば。痛い。何を夢見てる。もう少し現実的だ。マニグルマ。我が指に宿りし魔力、かのプロトコルコードをここに呼び寄せ。ああよせえよ。失礼なこと言うな。お客様、何か金属製品を身につけていらっしゃいませんか。武器。シュバルツゼクスプロトタイプマーク2。アホー。